ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。新キャラの追加が9月14日の予定だったんですけども、9月13日の夕方には使えるようになってます。これ発見してよかった。で、今回はカイドウ使ってみようと思います。俺が一番使いたかったキャラで、ステータスをすべてマックスまで上げてます。どれぐらい強いんだろうね。世界一の戦力を見せてやる。それでは使っていきましょう。あ、動きは普通のカイドウより速いね。いや、早い。あのね、キャラ説明欄に攻撃速度と機動力は低いって書いてあったのよ。そんなことない。あ、まあ確かにね、スピードタイプとして見ればそうでもないのかもしれないけども、いやこれパワータイプでしょ攻撃力とか攻撃範囲が、これパワータイプだよ。うん、本気バースト使ってるパワータイプみたいな感じで使えるね。いや、やばすぎるぞこのカイドウは。なんだこれ、ちょっと待ってすごすぎる。いや、あのね、うん、ルフィとヤマト使いましたけども、カイドウやばいぞ。なんだこれ、何この攻撃範囲。ちょっと待って、本気バーストしてないからね。オッケー、本気バーストすごい、やばい。あ、うん、いや強すぎる。これね、ほんとあからさまに頭一つ抜けてる感じだわ。本気バーストした時のカイドウ、これはちょっとヤバすぎるな。あ、ちょっと待って、ジャンプして、なるほど、こういう感じね。すげえ、知らせてやら。ちょっと待って、おーおーおー、こういうこともできるのね。あ、すごい、ジャンプしてればもうスカイタイプだわ。うん、ジャンプしたらもうスカイタイプ。では行きましょうか。チャージ1でブレス吐くぞ。マジでか、やばすぎるって。 OKOK 行きましょう。いやー、これちょっと使い込んでいきたいな。これすぎるっしょ。終わり、多分これで。いや、若干残ったけど。いやー、強っ。あのねこれはひどい、カイドウひどい、マジで強いぞ。今までのキャラの中で俺おそらくカタクリが一番強かったなと思ったのよね。でもそれ以上にこのカイドウはやばいです。相当強い。ぜひ皆さんカイドウ使ってみてください。本日9月13日夕方からプレステ版は、使えるようになってます。はい、ちょっとねやり込んでいきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。